こんにちは。今回は日常生活の中でできるストレス発散方法10ご紹介いたします。私はストレス溜まったらどうやって解消してるかなって考えたんですが、長期の休みの時は旅行に行ったり、あとはまあ美味しいもの食べたりとか、お酒飲むの好きなので自分の好きなお酒飲んだりとか、そういったのもストレスの解消方法であるかなと思ったんですが、まあ、でもなかなかねまとまった連休取れないですし、家と職場の往復の中でもできるストレス発散方法何かないかなと思ったので、今回ね10ご紹介したいと思います。でまず一つ目は、私はコーヒーが好きなんですが、コーヒーを飲むっていうところですね。で、コーヒーとあとチョコレートも大好きで、コーヒーとチョコレートは必ず家に常備してあります。コーヒーを飲むとリラックス効果があって、なんとね1日4杯飲む人は、ね、普通の人よりも 10% うつ病になりにくいですよというデータもあって、コーヒーっていうのは適度に摂るとリラックス効果があって体にも良いということです。ね、私今冷蔵庫探してきたんですが、はい、メゾンドショコラのチョコレートがありました。これを少しずつ食べてるんですが、中に今、はい、こんな感じで減っております。で、これ以外にも実は昨日いただいたチョコレートがあって、銀座で買えるんですが、神戸のこのねチョコレートで結構たくさんあるんですよ。はい、こんな感じでこう一口かじりました。じゃーん、美味しそうでしょう。ね、こうやってチョコレートを食べながらコーヒーを飲んでおります。で、コーヒーなんですが、やっぱこういうのこだわりがあった方がね、コーヒー入れるの楽しいので、まあ、こういったね、これはハリオのコーヒーのセットなんですけども、好きな豆をねこう入れてハンドドリップでコーヒーいただいております。こういうのにこだわるとコーヒーね飲む時間が楽しくなるので、とってもおすすめです。2つ目はさっきのコーヒーと近いんですが、カフェに行くということです。で、なんでカフェに行くかっていうと、まあ、あの香りもね、豆の香りとか、あと紅茶の香りも大好きなんですけども、今いる生活の空間とちょっと非日常変えてみて、そこでくつろぐっていうのがおすすめです。だからまあね、1時間ぐらい滞在してね、なんか考え事したりとか、ずっと更新してなかった SNS 更新してみたりとか、まあ、読みかけの本持っていって少し読んだりとか、それちょっとね気分転換して自分の部屋と違うところに行ってリフレッシュするっていうのも私の中でやっております。では3つ目はサウナに行くということです。私はサウナが好きで、ホテルの地面についてるサウナとか、自分のね貸し切りのサウナ入っていまして、そこに行って、月に何回ぐらいかな、2、3回ぐらいサウナに入っております。なんかね、個室サウナ今流行ってるんで、結構探すと都内たくさんいいところがあります。で、そういうとこ行くのもいいですし、大浴場みたいなとこでねサウナとお風呂交代交代に入ったりとか、そういうのもすごく私の中ではリフレッシュできます。で、お家で半身浴も良くて、ただ半身浴するだけじゃなくてね、ちょっとアロマキャンドル焚いてみたりとか、私ペット飼ってるんで、なかなか家でねアロマキャンドル焚く機会がないんですよ。やっぱ香り系のもちょっと控えていますので、だからお風呂場に入って入浴するときに好きなね香りのキャンドル焚くっていうのもとてもくつろげるのでおすすめです。4つ目は好きな音楽を聴くということです。私は洋楽が好きなので、iTunes に入ってるこういったね、検索っていうところね、こういうところから選んで聴いているようにしています。ランダムで再生して、なんか最近のね、流行りの曲ないかなと思って。どうしてもね、昔の曲ばっかり聴いてしまうんですよ。今から10年ぐらい前とか、8年ぐらい前の曲ばっかりになってしまうので、こういうところで時間があるときにランダムで再生して、ほんほん、なんか最近聴いたことあるなとか、よく有線でかかってるなっていうのを、こういったところでチェックするようにしております。まあ人によってはですね、クラブ行って踊って好きな音楽聴いてストレス発散っていう方もいらっしゃるでしょうし、いいヘッドホンでクラシック聴いたりとか、あとはレコード聴いたりとか、そういう方も中にいらっしゃると思います。だから好きな音楽を好きなところで聴くっていうのもとてもいいストレス発散になると思います。5つ目はカラオケをするということです。一人カラオケ実はしに行ったことあるんですよ。この仕事してるのであんまり声を枯らしたくないからカラオケを控えてるんですが、たまにやっぱ歌いたくなるんですよね。で、そういう時は、一人カラオケに行ってストレスを発散しております。最近行ったのいつかな、もう1年ぐらい行ってないかな。で、好きな曲、昔の曲歌います。例えば私の世代だと浜崎あゆみさんとか椎名林檎さんとか、もう子供の頃に聴いた曲ですよね。あのあたり歌ったりとか、あと最近の曲、夜遊び好きなんでそれ練習したいなと思って、夜遊びすっごく難しいのでカラオケして、あ、やっぱできなかったなとかあとは、あ、なるほど、これここ練習しようとか YouTube とか聞いてカラオケしております。では6つ目は適度な運動をするということです。
私は今週2回パーソナルジムに通っております。で週1だと、なんかねあんまり筋肉つきにくいなと思って、お酒もたくさん飲むし、あと食事の量も多いので、まあ週2ぐらいいるかなと思って、なんと今5ヶ月以上週2回続けております。体の中で変わってきたことといえば、やっぱ体力ついた気がするので、なんか日常ちょっとね動いても結構元気というか、階段の上り下りとかゴルフしても結構ね体がね元気なんですよ。であとなんとなく今日ね調子入んないなっていう時でも、筋トレして1時間ぐらい軽い運動するとこうスイッチがパチッと入って、そこから仕事モードになったりとか、なんか意欲が湧いてきて、あそうだあの仕事片付けようと思ってね、いろんなことができるので、適度な運動はおすすめです。7つ目は断捨離をするということです。で断捨離は主に部屋の中なんですけども、ちょっとねこれもう 2,3 年使ってないなって思ってるものを思い切って捨ててみるとか、あとね洋服とかでももうこれ着ないなと思うものを、それ誰かに譲ったりとか、人によってはフリマアプリでね整理したりとか、そういった風に家の中をちょっと軽くする、やっぱ断捨離は非常におすすめです。なんとなくね片付いてると思っても、結構捨て出したらすごい量になるんですよね。45リットルのゴミ袋を、3つとか4つとか出てくるんですよ。で、よくよく考えたらね、こんなに物いらなかったなみたいな結構あったりして、昔のねほんと使ってない、これ取っといてもいらないなっていう本とか雑誌とか、あとはもう聞かない CD、 今ね iTunes で聞くんで、そういう聞かなくなった CD とか、場所を取っているものをこう片付けるすると、結構心の中がすっきりするというか、あなんかね片付けてよかったなみたいな感じになるので、断捨離も非常におすすめです。8つ目はさっきの断捨離とはちょっと対照的なんですけども、欲しかったものを思い切って買うということです。例えばですよ、前から気になってた家電製品とか美容機器とか、あとはコスメとか、そういったねちょっとしたものをなんか買ってみる。で私が最近買ったのはこのリファの目元と唇に使える美容機器です。でこれのいいところは充電式なんでね、充電して簡単に使えるんですが、こういうヘッドになっていて、こうスイッチ入れるんですね。でするとポカポカしてきて、この目元のこの辺アイクリーム塗った後にこうマッサージ、お風呂上がりにしたりとか、あとこう振動もできるんでね、今振動聞こえてますか。ですると唇のねこういうとこをリップクリーム塗ってマッサージします。2分間動くのでポカポカしてくるんですよ。あもう結構ヘッドあったかいです。だからこの時期冬どんどん乾燥して寒くなってくるので、こういったものをお風呂上がりにこう使ったりとか、日中でもね洗顔そしてスキンケアの後にこれ使ったり、本当買ってよかったなってとても思ってます。だからこういうのって意外となんかきっかけがないと買わないんですよね。雑誌で見てあまた持ってるなって思うことはあっても、実際ね買うってなればやっぱきっかけがいるので、あちょっと思い切ってね、あこれ新しいなんか買ってみようかなと思ってね、ストレス発散でプチ買い物をするっていうのはとてもおすすめです。あんまりね高いもの買いすぎたり、それが続くようなら、生活をねこう圧迫してしまうので、こういったねなんか前から欲しかったものとか、ちょっと気になってたものでしばらく悩んでまた忘れてたんだけどね、やっぱよくよく考えたら欲しいなっていうのを買うのがちょうどいいかなって思います。9つ目は日記やブログをつけるということです。なんかこうもやもや溜まってるものをこう吐き出すというか、頭の中を整理するっていう意味でも、その日の出来事とか、なんかこう抱えてること、不安なことを日記に書くっていうのはすごくおすすめです。私の場合ね紙に書くっていうよりも、どっちかっていうとねノートとか、ツイッターにはあまり書かないんですけど、そういうノートとか書き物にこう起こして、なんか自分の中でねこう書きたかったものをこう書くと結構すっきりするんですよ。あんまネガティブなこと書くことないんですけども、例えばおすすめのご飯屋さんバーっとまとめて、綺麗に写真をリサイズして、タイトルもちゃんと可愛くつけて、で料理の写真も載せて、でなんかこうね記事にすると、わーすごい達成感あるっていうか、あ書きたかったことやっと書けたなとか、すっきりするというか、そういう感じになります。昔から本読んだり物を書いたりするのが好きなので、自分に合ってるかなと思うんですが、そういうねこう何かまとめて書くっていうことが苦手でも、思ってるネガティブなことを書いて、ブログとかねネットの世界匿名でも大丈夫なので、なんとなく自分の思ってることを世の中に発信してみて、共有して誰かに分かるよって共感されると、ちょっと自分の中でもねすっきりすることもあるかと思うので、何かね吐き出してみる、世の中に発信してみる、でブログや日記つけてみるっていうのはとてもおすすめです。最後10個目、
それは料理を作るということです。私あんまり料理しなくて、まあ、ほとんどしないですね、ラーメン湯がくぐらいですけども、なんか料理ってね無心になれるじゃないですか。パン作ったりとか、まあなんかねうどん打ってみたいとかね、そういうのいいなと思います。昔私大阪で一人暮らしした時はねパン作ってたんですよ。パンの型買って食パンをね焼いたり、あとはねベーグル、パンをねこねてベーグルの形作って茹でて焼いたりとか、そういうのやってました。でなんかうまくできたらねすごく嬉しいというか、人にもあげたくなるし、でそのことまたねこう写真撮ったりとかブログにしたりとか、どん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 やりたいことが出てくるので、料理とてもおすすめです。であとはね料理にちょっと近いんですが、料理してそれをまあ家でホームパーティーする、宅飲み、部屋飲みっていうんですかね。自分の作った料理とか、まあ、買ってきた料理とかでね部屋で飲んだり誰かとこう話したりとか、そういうのもすごくストレス発散になるんじゃないかなって思います。はい、ということで今回私の日常でできるストレス発散方法おすすめ10個を今回挙げました。何かこれやってみようかなって思えるものがあったらとても嬉しいです。ではまた次回の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。